こよりチャンネル始まるよホームページの紹介になっちゃうんだけど、はい、ホームページ。ニッコリーノのホームページ。見ました見ましたちゃんと作ったんだよ。いやね、あれね、キャラクター紹介一個一個書いてますから。そうだよね。前から結構 X の方でさ、見やすくしてほしいとかあったんだけど、はい、ご案内その時できなかったからね、はい、まあ、実はそのホームページの方ね、実は作ってて、はい、で今後もまあニッコリの含めてうちの会社もそうだし、はいはいはい、いろいろちょっとねリニューアルしていこうかなと思ってるからね。そうですね。だってね、うん、できた時に最初ホームページ作ってるんですよね。え、クオリアが、はい、あ、そう確かにね、もう8年そのまんまだもんね。そのまんまだから、だからちょっとお金かけてやろうかなっていうことで。で、今回ね、はい、これです。ネオチインコマスコットフィギュア。ネオチインコね、いいじゃないですか。こういうのはやっぱね、最近ね、クオリアのね、なんかあ、シークレットな、よかったね。危ないね。1,2,3,4,5,6 そうだね。で、やっぱこれもやっぱ最近クオリアの象徴で、はい、まあ、作家さんとコラボだけど、これもやっぱエイメさんっていうフェルト作家さん。あ、フェルト作家さんなんですね。いや、本当いろんなね、インコのモチーフの可愛いね、うん、フェルトを使った作品を作られていて。なるほどなるほど、うん、で、その中にこういうモチーフのがあったから今回やらせていただいたんだけど、すごい可愛くてね、うん、まあ、やっぱ響きはよ、寝落ちインコ、シンプルで分かりやすい。で、一個一個ね、まずね、オカメインコのルチノ、これ造形見てよ、すごいリアル、すごいね、うん、うん、デフォルメ感もあるし、うん、なんか可愛い感もあるし、そうでしょ、ほらちょうどいい。で、今回ね、あのフロッキー、フロッキー、フロッキー加工だからね、手触りもすごく良くて、こういう風なイメージもできるし、逆にこういう感じでもいけるね。あー、なるほどなるほど、うん、どっちもね、落ちてるっていう。あー、確かにね、うん、なんかほんと子供らしくて可愛い、うんうんうん、なんかプリッとしてますね、お尻も。そう、幼児体型、うん、まあ若干なんだろう、ペンギンさんみたいな、はいはいはい、確かにね、イメージだけどね、すごいしっかりしてるよ。あ、今までインコ系の商品でフロッキーってなかったかもね。ね、意外と今回だから、あのいつも目だけだけど、今回くちばしも別パンにしてるんだよね。なるほど、くちばしと足だね。ほんとだ、うん、その他がフロッキーになってるから、で一見フロッキーに見えないけど、うんうん、触ったらね、そう一目瞭然でござる、うん、ござるね、うん、ござる。で、続いてオカメインコのシナモン、ね、シナモン、まあ、やっぱりグラデーションの感じがすごくいいね。すごくいい、うん、うん、やっぱオフっぽさが出ますもん ねフロッキーにしたら。で、ほっぺもちょっとね、あからめて可愛らしくできるね。あからめて、うん、からみで、あの以上オカメインコと、次紹介するボタンインコなんだけど、これ、はい、あの造形違うからさ。あ、本当だ、フィギュア、うん、うんうんうん、ほらオカメインコは頭に羽がないけどね。あ、はいはいはい、うん、いますね、こういうですね。で、ボタンインコのバイオレット、なんかこれあれ見てるじゃないですか、疲れ切った鳩みたいな。あ、確かにね、うん、なんかさっきからこれなんか見たことあるな。疲れ切ってるシリーズにも似てるね。うん、似てる似てる、うん、だからチャラ社長好きなんだ。こういうの好き。疲れ切ったシリーズもね、引き続きやってますからね。そうだよ、これいいね、うんうん、いいわ。まあ、やっぱ言葉だけで全然違うよね、うん、寝落ちっていうだけでまた違うね、可愛、うん、いい、これはね、うん、で、続いてがマメルリハノーマル。へー、ね、あ、なんか目がね、印象的ですね、ここの模様がね、うん、ビジュアル系みたいな。いや、すごい、これさ、色がめちゃくちゃいいな、うん、待って、ボタンインコのノーマル、これ言った言ってない。ごめん、ボタンインコのノーマルとボタンインコのバイオレット、ノーマルが一番、これなんかベーシックな感じだよね。めっちゃ見る、これこれすごいね、これなんかよく買ってる人いますよね。いるよね、うんうん、オカメインコとボタンインコやっぱ人気だよね。人気、うん、うん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 。で、マメルリハのノーマル、こっちね、こっちがノーマルなの。ノーマルね、へー。に対してのマメルリハのブルーっていうことでね。マメルリハのブルー、ブルー、うん、マメルリハってあんまりガチャ作ってなかったかもしれないね。多分作ってないと思いますね、初めて言ってる。へー、うん、でも形はね、ボタンインコとしてないですね、うん、まあ、羽のところとかもね、ちゃんとグラデ入れてかなり細かく彩色はしてるかな。本当だ本当だ、よくできてるわ。で、フロッキーにすることでね、色に奥行きがある、うん、感じがしてね、だからちょっと遠目で見ると、間近で見ると色目が違うんだよね。面白いね、これね。遠目で見るのと間近で、そう、遠目で見るとやっぱ白く見えるんだよね。間近で見ると ね、ちょっとちゃんと色が出る。あー、確かに確かに、うん、白っぽくは見えますよ、白っぽく見えちゃうからね、遠目で見るとね。で、こちら5月発売、はい、5月発売です。全7種300円で展開する予定なので、こちらもぜひチェックしてみてください。はい、今日紹介させてもらったのはネオチインコマスコットフィギュアでした。寝落ちしないようにね。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。